ばんは。こんばんは。インスタライブ読み込めてないの私だけですかっていうコメントを今 YouTube で見たんですが、始めるのが遅くなりました。やろうかなって言ってから始めるのが遅くなりました。たまたま見つけてくださった方、こんばんは。ちょっとだけお話をして帰ろうかなと思っております。こんばんは。今日はウェザーニュースライブムーンを担当させていただきましたが、ご視聴いただきありがとうございます。あ、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。日曜の夜なのにまだ起きてるんですね。みんなまだ寝なくて大丈夫ですか？もう11時過ぎてますよ。明日からまた1週間始まるという方が多いと思います。あ、思ってたより早かった。うん。あ、お疲れ様でした。とアーカイブを残すために先に画像を作ってからインスタライブやるんですよ。このトップのアーカイブ用の16対9のサイズの画像を作ってからインスタライブをやるんですけど、今まで使ってたアプリが仕様が変わっちゃって、あれ16対9の画像が作れないっていうのを今数分でやってて諦めました。もう上と下の白い枠ができてしまうけど、もういいやって思って、とりあえず始めようって思って、だから上と下の枠ができてしまう微妙なサムネのアーカイブを残そうと思っていますので、まあ眠たい方は無理せずアーカイブ残そうかな。失敗しなければ残しますので、寝てしまっても全然無理のない範囲でコメント書いていただけたら私が嬉しいです。仕様が変わったのはしょうがない。たまにありますよね、このアプリいつも使ってたのに変わってしまったっていうね。うん。あ、インスタアカウント持ってないわって、今ちょうどウェザーニュースの YouTube も開きながら喋ってるんですけれども、インスタアカウント持ってないやっていう方はどうですか？これを機にインスタ見る用のアカウントでもいいですから作ってみてはいかがですか？うん。アイリー見てるから気にしないで。今ウェザーニュースの YouTube のコメント拾いましたが、いや、どん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 来てくださいよ。インスタアカウント作ってね。アイリーインスタライブにお邪魔中。おい、見られてるぞ。見てますよ。あ、はじめましてっていう方もちょこちょこコメントいただいてますね。はじめましての方はどうやってこのインスタライブに気づいたんだろう。もうフォローしてくださっている方だけがたまたま気づくのがインスタライブだと思っているので、え、これを見るためにインスタ作ったまである。嘘。ありがとうございます。そんな方いらっしゃるんですか？嬉しい。アイリンこんばんは。そうめんばっかりはダメです。外、あ、ムーンまで見てくださっていますね。そうなんです、私冷たい麺が大好きなので、なんなら真冬でも全然冷やし中華食べたいくらい冷たい麺が本当に大好き。もうそばもそうめんも冷やし中華も冷製パスタも冷たい麺だったら何だって好きなんですけど、最近もう私冷たい麺ばっかり食べてて、もうなんなら冷やし中華何回食べたかわからないくらい今シーズンも冷やし中華いっぱい食べてて、冷たい麺が大好き。え、真冬でも冷製パスタ食べたいですもん、うん、え、私もきっかけはアイレンのインスタライブ見るため。嘘。そんな方がいらっしゃるの？嬉しい。ありがとうございます。お腹冷やさないようにねと。冷たいもの食べてお腹を冷やした経験ってないんですけど、今のところ、うん、冷たい麺大好き。え、最近見るようにインスタアカウント作って初めて参加して、ありがとう。嘘。しかもウサギのアイコンだ。ちいかわ大好き。ウサギね、いいですよね。肩触る女、また触ってました？私ずっとこの髪の毛がポヤポヤ出てるのがすごい気になってずっと直してるんですけども、今日ずっとポヤポヤ。え、初見なんで、初見さんなんでそんなにみんな気づいてるの？嘘。え、バレてる。私のインスタライブがこんなに
もうほぼ告知せずに突然始めたのに、どうして、え、初めまして、どうしよう、初めましてさんがいっぱいいる、なんでなんでなんで、いつもそんなにいた、実はいつも結構初めましての方がいたけど知らなかったパターン、初見ですは嘘ですね、初見を初見っていうのは初見じゃないですね、うん、歴が長い方です。なんでわかるんだろう、すごい、初めまして、初めましてだって、なんで気づいたの、こんなインスタライブって本当にひっそりやるイメージあるじゃないですか、もうフォローして、インスタがもうそもそもフォローしている方が中心で、たまたまインスタグラムさんがおすすめとかいろんなところに見えやすいところに乗っけてくれたら、たまたま知らない人がふーん、こんなやつもいるのかって、たまたま横目で見てる人もいて、たまたま気になってフォローしてくださったりっていう方はごく一部っていうイメージがあって、その中でも限られた、しかもこの日曜の23時にまだ起きているという、この一部の中の枠のさらに一部の人がようやくたどり着けるのがインスタライブだと思っているので、なんでってポストしてますやん、だって X だってフォローしてくださってる方全員が気づくわけじゃないでしょ、だからもう一部の中の一部の人が参加するのがインスタライブっていうイメージなので、すごい嬉しい、もう忘れられたやろな、ニコ生、忘れてないですよ、うん、ニコ生ね早く復活してほしいですけれども、でもね今頑張って復活のために頑張ってくださってる方がたくさんいるんだろうなと思うと、無理せずちゃんと寝てほしいなという気持ちもありますしね、心配ですよね、うん、すごい、なんで気づく、そもそもなんでフォローしてくださってるのかも不思議ですもんね、うん、普段私ウェザーニュースライブのお天気キャスターをやっていまして、そこは知ってる、それは知ってる方いる、うん、もう普段番組で話すときにはもう私のことをあんまり知らない人も多いだろうっていうつもりで話しているんですよ、だからうちのちくわがとか言わないんです、私は犬を飼っていまして豆柴のちくわって名前なんですけれど、で前置きをしてから喋ってるの気づいてました、私猫を飼っていましてお餅っていう名前の猫なんですけれど、私のこと知らないでしょっていうつもりで毎日喋ってます、誰って思いながら、たまたま入ってきた方もいるかなって思って、うん、私のことみんな知ってるよねっていう気持ちで話すと、初めましての方が、誰誰、あなたは誰ってなるかなって思って、知ってます、みんな知ってるんじゃない逆に知らない人って言います、気づいてたよ、そうだからいちいち周りくどい説明をしてから話してるんです、それはもう全然知らない人もいるから、そういう方も置いてっちゃいけないなって思って、前、あ、ベテランさんは前置きしてくれがち、そうなの、ベテランさんって誰、サーヤンとかあやちとか前置きしてる、みんなそういう目線で、私は自分のことみんな知らないよね前提で生きているんですけど、みんなもやってんのかな、そういう目線で、他のキャスターの番組見てないのでそういう目線で見ようボスを知らないのはモグリ、いや分かんないじゃないですか、朝しか見れない方だっているでしょ、冷やし麺が好きって前置きなかった冷やした麺が好きって前置きなかった、恥ずかしい、私のこと知ってるよねってつもりで話したことになっちゃう、あ、冷やした麺が好きって前置きしますね、あの私冷やした麺が実は好きでして、サーヤはアイリンの目から見ても天然ですか、何の質問それ、私覚えてるのがサーヤンと一緒に、あれ何だったんだろう、年末年始何かの2人で振り袖を着る放送があったんですよ、振り袖を着て2人で横並びになって2人、お正月かな、2人で振り袖っていうことは2人で番組をやるから、こうカメラがあるじゃないですか、で
こっちを向いて喋るキャスターとこっちを向いて喋るキャスターがいるから、その振袖で着付けてもらってヘアメイクさんもついていただいてたので、どっちに髪の飾りをつけるとか髪型も変わってくるわけなんですよ。でサーヤンがそのヘアメイクさんに確認してくれて、アイリンはこっちで私はこっちで、だから髪型はこういう感じがよくて こうでああでってすごい一生懸命説明してくれて、うんうんって、あじゃあこういう風にしようって一生懸命二人で話し合って、それでどういうこと、右側っていうのは座り位置からに対しての右側、それともカメラから見た右側みたいな感じで一生懸命二人で話し合ったんですよ。じゃあ私がこっちであなたがこっちでみたいな感じですごい話し合って、じゃあ髪こっちにつけようねって言って完成したら同じ顔に飾りがついてて間違えちゃったんです。あれは私が失敗したのか、それともサーヤンが失敗したのか、まあ今でも分かんなくて、ただあものすごい話し合ったのにあれってなって失敗し、もうすっごい説明を丁寧にやってくれたし、私も何度も確認したのに完成してあれなんでっていうことがあったのは、あれはサーヤンが天然だからですか、それとも私が間違えたのかどっちだったんですか。あんなにめちゃくちゃ確認したんですよ、めちゃくちゃ確認した上で失敗したんですよ、うん、2人で同じ側に飾りつけちゃって、だからこっち側の子はだからいいですよね、こっちに飾りがついてて、こっち側の子は全く飾りが全く見えない状態が何かのいつかの特番でありました。そうコントみたいなあれなんだ、今でもなんで失敗したんだろうが今でも分かんない、あれ何だったんでしょうね。あとダンテ今でも私上手と下手がまだ分かんないんですよ、上手と下手が分かんなくて、どっち、左、みんなから見て右が上手って合ってる、なんでみんなに聞いてるんでしょうね、知らないか、上手下手を気にしない人の方が世の中多いか、うん、ずっと分かんない上手下手だから、毎回山岸さんもっと上手にお願いしますとか言われたら一か八かなんか気になった方にずれてる客席から見て右だから、でも待って、インスタライブって逆に映ってる、待って待って、じゃあカメラがあって、で私はこっちが右手、こっち右手左手なんですけど、お客さんから見たらこっちが上手なんだけど、インスタライブで反転してこっちが下手になってる、待ってどっち、インスタライブって逆になるんでしたっけ、どっちどっちどっち、こっちはみんなから見て右側なってる、右手になってる、でもずっと分かんない、ギャグ、インスタライブって逆になるんでしたっけ、今は反転してるから右手が見て分かんないよ、分かんないよ、やめてよ、もうやだ、インスタライブって反転するんですか、じゃあ今ここであこっちだって思ってもそれが上手にならない、インスタライブで上下は考えてない、左右しか考えてないんですよ、あそうなんだ、インスタライブって反転してるんですね、うわむず、難しい、全然わかんないインスタライブ中に上手下手の確認しちゃいけないね、うん、アイリンの左手がだから分かった、私の左手右手があるじゃないですか、でみんなから見た右側が上手でも今はだからこっちと思いきや反転しているからこっちが上手、こっちがみんなから見て右、合ってる、箸を持つ方の手を上げて、こっち左手、私は左利き、もうわかんない、インスタライブで上手下手の話するのやめよう、インスタライブでどっちかどっちか分かんない、もう上でいいんちゃう、ほんとそうですよ上手で上山岸さん、山岸さん上手お願いしますとか、あ、ハラハラ
そいつすごい迷惑じゃないですか。カメラチェックしてもらってんのにね、やだやめようって。うん、もう分かんない、インスタライブ反転してんの知らなかった。してる、反転してるんですね。そうか、インカメラだもんね。うん、ようやく、いやもうインスタライブでも禁止にします、上手下手の話。今日の夢でうなされる。アイリの左手側が上手だから、こっちでしょ、こっち。あ、後ろのロゴが反転してる、嘘、これWNI。 なるほどね、考えたこともなかった、インスタライブって反転してるんですね。うん、いや結局よくわかんないですけれども、アイリンが右利きって思ってる人いるかも。あ、逆になってるから、私は左利き、こっちが左手。もうやめて、もうやめよ、やだもうやめよ、もういいよどっちでも別に。だから上手下手なんてもうどっちでもいいよ、インスタライブで話すことじゃないから、うん、確かにさ、これ安定してるの分からなくないですか。 W さこれ安定してるの分からなくないですか。これ安定してるよじゃないよ、関係ないじゃん、 W じゃん。これさ、安定してるか分かんない、やべ、な、気づかなかった、これ反転してても分かんないじゃん W って。え、そういうギャグだから W 反転してるよって言って、何それ。あ、紙に告知を書いてて反転してるのあるある。あ、これか、右に W あるから、これ反転してるかどうか分かんないって。W 反転したって同じなんだから。俺たちには INW でこれ INW に見えますか。はあ、先週のユッキーがそうでした。ユッキーもインスタライブやってましたもんね。いやー、なんか今日過去一意味のない話したインスタライブって感じでしたけど、楽しかったです。なんかあります、他に話した方がいいこと。もういいか、ホワイトボード使い込まれてる。そう、汚いんです、このスタジオにあるホワイトボード、みんな書きすぎて、ホワイトボードね消えなくなってるんですよ。めっちゃ楽しかった。うわー、もうダメだ、もう過去一何言ってるかわからない、恥ずかしいんですけど、初見さんがいっぱいいる中で。だってさっき初見さんいっぱいいたでしょ、恥ずかしい。初めての人がもう二度と来ないって思ってたらどうしよう。なんか反転、なんかたまたま表示されてウェザーニュースのキャスターだっていうから天気の話してくれるのかなって思って、たまたまそのキャスターのインスタライブ見てみたんだけど、なんかずっと右と左がどっちか分かんない、 W がなんたらみたいな、意味わかんない話しかしてなくて、つまんなかったとか思われたら来て、またごめんね。なんかユーザーニュースのキャスターのインスタライブつまんなかったとか言われたらやだ、他の子は楽しいから、私が意味のない話をしちゃっただけで他の子の楽しいからね。うん、初見だけどまた来る。 ありがとうございます。いや、初見って言ってる人は初見じゃないんだよ。初見を初見っていうネタを知っている方は、質問披露。アイリンは Vlog やらないの。私の Vlog 見たい人っているかな。私の Vlog、 私、Vlog、なんかでもおしゃれなカフェとか行かないんですよね、本当に。楽しい、そう、 Vlog 見て楽しい人って生活が素敵な人だと思うんですよね。おしゃれな流行りのカフェに行ったりとかね、私服が素敵だったりとか、何にも楽しくないと思います。
私昨日横浜に行ったんですよ。横浜に行って、でもせっかくだから SNS 用の写真をなんか1枚でも撮ろうって思ったんですけど、もう暑すぎてもうそんな余裕がなくて、あと横浜といったらどこで写真撮るのがいいんだろうっていうのが、ね、ちょうどいいものが何にもなくて、でたまたま崎陽軒のビルがあって、崎陽軒越しの青空撮っとこうって思って写真撮ったんですけど、全く映えそうにないなって思ってお蔵になりました、うん、あとなんか横浜のなんか美味しいグルメを食べたかったんですけど、まあ、暑くて早く帰りたくて、でとりあえず横浜のそごうで横浜っぽいお菓子買おうって思って、で調べたんです。横浜スペースお土産おすすめみたいな、全く分かんなくて、で見つけられなくて、で結局、鳩サブレ買って帰りました。鳩サブレ、でも鳩サブレって鎌倉ですもんね、ちょっと違うでも疲れちゃって、眠くて暑くて疲れちゃってすぐ帰っちゃったんで、そんな人間の Vlog って何が楽しいってなりません？インフルエンサーだったらみなとみらいか山下公園、そう多分そういう有名なところに行かないといけなかったんですけど、あダメだ暑い帰ろうみたいになって、そこはどこでもそうではない、そうなんですよ。いやこれどこでも売ってるよっていうお菓子がいっぱい売ってたんで、うん、なのでなんかあんまり私の生活映しても何も楽しくないかも。Vlog 映えする休日過ごしたい。 Vlog 映えする休日って何したらいい？うん、それはそれで、それが見たい。暑いとか言って崎陽軒の前で写真撮ってる私楽しいかな、それ。だから私多分休日の SNS の写真があんまり出てこなくて、なんかプライベートないですねって思われちゃう、うん、違うんだよ。なんか多分インスタ映えするプライベートないんだよ。ロープウェイみたいのありました。ロープウェイあったな、あれ有名ですか？有名だよねきっとね、うん、だからロープウェイを見て、これウェザーニュースに向かってあったらいいのにって思いながら眺めました。だから家から海浜幕張までもうロープウェイつながってて、これで出社できたらいいのになって。せめて休みの日はのんびりしてて。そうですよね。いや本当は昨日天気図書こうかなって迷ったんです。明日確かね解説が飯島さんなんですよ。だから時間あったら天気図書いてくださいよって飯島さんに、あ書きますよとか言って、ただもうヘトヘトで、私もう一回天気のこと忘れようかなって思って、昨日は一回めちゃくちゃ寝て、一瞬横浜に遊びに行って崎陽軒と青空の写真を撮って帰ってきて、雨の降る10分前に手持ち花火をやったんですなんか天気図書けなかった。天気図3時間くらいかかるから書くの、うん、どうしよう明日飯島さんなのに天気図ノー天気図で飯島さんとの番組迎えるの申し訳ない、時間なかった。その前の日の環境省さんコラボの番組が私の中で多分今年1結構大きめな、今年1じゃないかな、いやな今年もいろいろありましたけれども、今年1多分一番ちょっとしっかりね失敗できないなっていう特番だったかなって。ちょっとテーマもね難しい、うん、私のパス次第でちょっと難しくなってしまうかなっていう内容だったので、みんなに分かりやすくお届けするために頑張って予習しなきゃって思って迎えたのが環境省さんコラボの特番だったので、ちょっとねヘトヘトになっちゃったんで、さすがに私もヘトヘトになっちゃったなって思って一回たくさん寝ました
あ、また希望利用みたいなのあるでしょと。そうだな、今年一番って言ったら、そう、環境省さんコラボの特番もね、とっても大事なお仕事でしたけど、JAXA イベントも私の中ではかなり大きかったので、あとラジオもたくさん呼んでいただきましたしね、今年ね。という意味では、うん、NHK さんのラジオも、あれもめっちゃ予習してた、めちゃくちゃ予習してて、いろんな人に、ここの県の山沿いってどこっていうテーマだったんですけど、山沿いって標高で決まってるんですよ、山沿いっていう言葉を使うのが。でその標高が公開されている都道府県、公開されていない都道府県があったので、もうめちゃくちゃ調べて、いろんな人と確認して、合ってますよねこれみたいな確認して、あれもすごい予習してたもう勉強しても勉強しても追いつかないですね、人生一生終わんないですね勉強ね。昨日勉強すればよかったな北部の山沿いってどこっていうテーマのラジオだったんですけど、あれはね、場所によって違うんです、山沿いって言った時に、ねえ、いや勤勉じゃないです、もう全然足りないです、もう本当にまだまだねえ、覚えなきゃいけないことも知らなきゃいけないこともいっぱいあるので、ちょっとこれからも皆さんにもっと楽しんでいただけるように頑張りたいなと思います。能天気能天気、さっきまで上手と下手が分かんないって言ってた人間とは思えないくらい、なんか反省して終わりましたね、で最後に、上手はこっちでしょ、え違う、みんなから見て右側が上手、みんなから見て右側はこっち、違うな、反転してるからこっちだ、こっちがみんなから見て右でしょ、こっちが神手、インスタライブはね、そろそろ終わろうかな、神手と下手が、え違う、えこっちでしょ、こっちがみんなから見て右でしょ、え違う、みんなから見て、え今もわかんない、神手の話こっちでしょ、こっち合ってる、ね、合ってる合ってる、あーびっくりしたびっくりした、私はこっちって言っちゃいました、こっちね、はい、反転してるっていうことを覚えました、インスタライブは反転してる、 W は反転しても変わらない、みんなは混乱してたから大丈夫、いいか、上手下手の話はもう絶対しないってさっき誓ったばっかりなのにね、ありがとうございました、今日もとても、楽しい3時間となりました、今日はナッシュさんのコラボでご飯もいただきまして、ワンパク食べをして楽しい、3時間となりました、皆さん今日も、あ、上手の話が下手だった、あーうまい、ありがとうございます、素敵にオチをつけていただきまして、じゃあね、感謝メールを送って帰りたいと思いますので、今日もご参加いただきありがとうございました、次のインスタライブはもう上手から登場しますので、また、お時間ありましたら初見さんもぜひフォローしていただけたらとっても嬉しいです、意外とね、大事なお知らせ系もインスタグラムの投稿だったりとかストーリーズで私告知しがちなので、ぜひね、もし初めまして、たまたまなんかよくわかんない上手とか下手の話とかしている、なんかよく知らんお天気キャスター出てきたなって思った方も、もしよかったらまた仲良くしていただけたら嬉しいです、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです、今日もご参加いただきありがとうございました、明日はイブニングゲストさんがいらっしゃいます、ぜひ、17時から20時のウェザーニュースライブイブニングも楽しみにしていてください。それではおやすみなさい、また明日、おやすみなさい。